古生神社は、兵庫県豊岡市竹野町に鎮座する神社。古生集落にある山の頂部に鎮座し、岩下を産古生川が流れる。式内社で、旧社格は孫社。神社名を、細木神社と訓じるものもある。鎮座地は、古くから、東方の番屋峠を越えたり、南方の大田社殿によれば、白鵬14年に、田島国国市の灰原高がまろが祖である。 大山森命を祭り、翌首長元年に、当地で収穫した山椒の実を絞って得た油を、朝廷へ献上したというが、信憑性には疑問が持たれる。上は九年に感謝に預かり、上元十年に十五位下から十五位上に少女され、縁起のせいでは、名神大社に列せられている。ちなみに同じく、田島国の名神大社である山の神、戸神、雷神、 わたつみも感謝列格、十五以上少女ともに同時である。時期不明ながら、山城国の岩清水、八幡宮から八幡神を誕生したらしく、中世以降は、マス別宮として、道宮の田島八所別宮の一とされ、公安八年の年を持つ田島国の大田分にも、八幡宮グ領古承別宮とあると、道宮の荘園の鎮守神とされ、以降もっぱら、八幡宮と称された。また、 大岡山山腹にあった大岡寺との関係も深く、同時の北の地域を示す教会には当神社の鳥居が建てられていた記録があり、近世には同時を別当寺としていたことが確認できる。その他、遠方7年や教法6年の記録によると、鎮座地周辺に7世の車両を有していたことが分かり、山間部ながら近在の段に、 陸の大館による金山経営が行われて、小規模な鉱山集落が形成されたため、天保5年にはうじ湖140個を数えた。明治6年孫社に列し、同22年に本殿を再建、平殿を新築し、昭和27年に本殿周りに改修を施している。大正時代までは旧暦8月15日を祭日とし、その後大洋暦の9月15日へ、 同10月1日へと変わり、現在は10月15日。かつては、宇治こ中から神事に奉仕する、鍵盤と呼ばれる役を選んで祭祀を行っており、宮沢や東野製によって採業されていたことが、想定できる。本殿は、明治22年再建の笠す造り銅板武器で、その他瓦武器切妻造りの平殿と、吹入も屋造りの拝殿、板武器の加護堂があるとされる。古くは、 矢柱工人者もあったという。豊岡市指定狛犬室町時代の作と推定される木彫りの狛犬で、阿行は高69センチ、運型形は高60センチ。共に彩色が施されている点は珍しい。昭和52年11月15日に竹野町の有形文化財に指定され、同町が豊岡市に編入されてからは同市の文化財となっている。 おまき桜詳細は、おまき桜を参照神谷の社前にある、推定樹齢500年時点の江戸悲岸。樹高14.5メートル、根回り7メートル、目通り樹幹6.05メートル。枝張りは、東西15メートル、南北18.5メートルで、樹幹としては締めて 4R に及ぶ。昭和54年3月8日に、竹野町の天然記念物に指定され、市長合併後は、 豊岡市の文化財。平成8年3月29日には、兵庫県の郷土記念物の指定を受けている。ありがとうございます。